第17回世界陸上競技選手権大会男子400メートルリレーはカタールドーハのハリーファ国際スタジアムを会場に2019年10月4日に予選10月5日に決勝が行われたアメリカ合衆国がシーズン世界最高かつアメリカ新記録の37秒10で金メダルイギリスがヨーロッパ記録の37秒36で銀メダル日本が アジア記録の37秒43で銅メダルをそれぞれ獲得した。予選は現地時間の10月4日21時5分から行われた。一組の開催国カタールが棄権し、二組15国の参加により行われた。決勝進出条件は各組上位3国と記録上位2国の計8国であった。予選1組は第5レーンのアメリカと 第6レーンのイギリスが早々に抜け出し、最終コーナー通過の時点まで、この2国が戦闘を争う展開となった。しかし、アメリカは3層マイクロジャースと4層クレーボン、ギレスピーのバトンパスのタイミングが合わず、危うく、テイクオーバーゾーンを超過しかかり失速。シーズン世界最高の37秒56を記録したイギリスが1着で、予選通過2着にブラジルが入り、 三着でゴールインしたアメリカはビデオ判定の結果4走へのバトンパスはゾーン内と認められ着順での決勝進出を決めた予選二組は上位チームの競り合いとなり4走へのバトンパス時点では第6レーンのフランスがわずかにリードこれを南アフリカ日本中国の順で追う形となったアンカー勝負でフランスを逆転した南アフリカの赤西ンビネが 日本のサニブラウン・アブデル・ハキームとの競り合いを制し1着で予選通過。日本が2着に入り、中国はアンカー写真業が最後にフランスのムハマド・ファルを抜き逆転で3着に入った。予選2組終了の結果、2組4着のフランスと2組5着のオランダが記録順で残り2枠の決勝進出を決めた。2組5着のオランダと6着のカナダは記録は 同じ37秒91ながら、より精密な計測の結果で秒005差で着順が決まり、カナダは予選敗退となった。カナダの記録37秒91は1組3着で予選通過を果たした、アメリカの38秒03を上回っており、37秒台の記録で決勝に進めないのは400メートル、リレー史上初のことであった。予選終了後、 一組四着のイタリアは改めてアメリカのリレーゾーン超過による失格を訴えて抗議し、またカナダもアメリカが失格の場合タイムで上回る時刻に決勝進出の権利が与えられるべきだと抗議したが審議の結果アメリカのバトンパスは正常と判定され、両国の抗議は却下された。決勝は現地時間の10月5日22時15分から行われた。 予選からオーダー変更を行ったのは2レーンのフランス、4レーンの日本、8レーンのアメリカ、9レーンの中国の4カ国であった。レースはアメリカの1層クリスチャン・コールマンがスタートダッシュに成功し、アメリカが先行。日本のただもコースタートを切った。フランスは1層と2層のバトンパスに失敗し途中、棄権した。4層へのバトンパスの時点でアメリカ、日本、 イギリスの順となり、アメリカの4層、ライルズが、さらに、リードを広げて1着でゴール。アメリカ新記録かつ、世界歴代2位の37秒10で、この種目で2007年大阪大会以来の、金メダルを獲得した。最終ストレートで、イギリスのネサニエル・ミッチェル・ブレイクが、日本のサニブラウンを逆転し、37秒36のヨーロッパ記録で、銀メダル。 日本語37秒43でアジア記録を更新し、銅メダルを獲得した。オランダは6番手でゴールラインを超えたが、リレーゾーン超過により失格が宣告された。本種目の結果、決勝レースを完走した6カ国が2020年、東京オリンピックにおける、この種目の出場権を獲得した。時刻は、カタール時間 WR 世界記録。 AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、9順位による通過9記録による通過、ドラゴンクエスト失格 DNF 途中棄権、DNS 棄権 R163.3、レーン侵害 R170.7、テイクオーバーゾーン外パス決勝進出条件、 各組上位3着、記録上位2着、1組、2組。ありがとうございます。